今の大きな目的は3つ。1つは皆さんにロボットに触れてもらって、ロボットがより近く生活に身近になるように。金子純平君、はいはい、三宅亮君、はい、2番目はこの子どもたちのプログラミングとかを含めたロボット技術の学習の応援支援ですね。3つ目がロボットを育てる企業あるいは大学との連携です。最初の一月は、基本的なロボットの動く原理を勉強します。で、二月目には一旦作ったロボットの動くものをバラバラに壊して、そして別のものに作り変える、そしてまたそれを、正確に動かすことを練習する。ステージ3なので、みんな自分のやりたいことをやってる。で、私たちは、講師側はその人に合わせて全部指導していく。ロボット大会がビデオでやってて、それを見てロボットってすごいなって思って、作ってみたいなって、好奇心が湧いてやるようになりました。ロボット技術はもう本当に今はいろんなラジオにしろ電化製品にしろ、どうぞ頑張ってください。日本から今度のオーストリアのグラーツ大会には15の枠をもらって、日本から15を行くんですけど、その中の6がこの福岡県から行きます。その中の3チームが福岡から、3チームが北九州から行くようになってますね。今もう1台のグレーのこのロボットは、ほぼ調整を終えて動けるんじゃないか。基本的にはここからスタートした子どもたちです。九州の大会ですごく、競技会に出てもいい成績を占めたり、あるいは日本の大会で、ベスト3に入って世界大会に行って世界で、ナンバーワンになったりというようなことで、常にここの教室の生徒たちが活躍しています。